ランス・オメドーは、カナダ東部、ニューファンドランド・ラブラドール州の、ニューファンドランド東西北端にある、高校遺跡。1978年に、ユネスコの世界遺産に登録された。カナダ国定史跡にも指定されている。ランス・オメドーズとも。1960年、ノルウェー人の探検家、ヘルゲイングスタッドとその妻で、考古学者のアンスタイ・ニングスタッドが発見した。 コロンブスが北米に上陸する以前の年代にバイキングが持ち込んだとされる鉄釘をイングスタット夫妻が発見し、これによりコロンブスの新大陸発見説は覆った。地名はフランス語と英語の根性で草原の入り江を意味する。いつからそのように呼ばれるようになったかは定かではないが、元はフランス語でクラゲの入り江を意味するエルアンセオメズと呼ばれ、メズに音の近い メドウスに転化していったものと考えられている。グリーンランド以外の北アメリカで唯一バイキングの入植地として確認されている遺跡である。長年にわたり考古学調査が行われており、コロンブスの北アメリカ到達から遡ること500年以上前の住居や道具などが出土した。居住地には北アメリカで最初にヨーロッパ人が作った構築物が含まれている。 一般には、西暦1000年頃のバイキングの航海者、レイフ・エイリクソンが到達したビンランドだと考えられている。ランスオメドーの入植地は少なくとも8つの建物からなっている。タンヤと洋光炉、船作りを支えた製材所なども見つかっている。最大の建造物は、縦28.8メートル、横15.6メートルの床面積があり、 複数の部屋からなっていたと思われる。ノース人の寝室ランスオメドウの家10世紀から11世紀のグリーンランドやニューファンドランドの気候は21世紀現在よりも温暖だったとみられる。レーフ・エリクソンの航海について詳しく書かれたサガによれば986年にビャルニヘリオルフソンがアイスランドからグリーンランドに渡る途中地図もコンパスもない航海で嵐に襲われ グリーンランドを探して西へ向かっていたところ、偶然森に覆われた陸地を見たという。10年後、この話を聞いたレーフは、ビャルニの船を使い、35人の仲間と共にその土地へ、向け出港し、ブドウと酒が豊富で冬でも下の降りない土地に着き、木の少ないグリーンランドに多くの材木を積んで帰ってきたという。ランス・オメドは、最初の宿泳地先住民たちに追われた後に作った。 宿営地佐賀には出てこない宿営地のいずれかだと推測されている。佐賀はさらに、1010 10年頃のソルフィン・ソルザルソンによる入植の試みにも触れている。トルフィンに引きられた135人の男と15人の女は、ビンランドへ渡り、レイフの使った宿営地に住み、ここを入植地とした。この入植者の中に赤毛のエイリークの死生児で、 レーフ・エリクソンのイボ姉妹にあたるフレーディス、エーリーエクス・ド・ティールがいたという。彼らはスクレリングたちと交易したが、やがて対立し、グリーンランドへ撤退した。佐賀に出てくる入植地とランス・オメドウの関連については確認されていないが、ランス・オメドウの地が、西暦1000年頃のノース人の入植地であったことは、確かである。ランス・オメドウは、 グリーンランドとランスオメドーよりさらに南の入植地との中継地だった可能性や、グリーンランドに住んでいたノース人たちの越冬地だった可能性も指摘されている。ここが居住地として使われたのは、せいぜい2、3年だった。文献の研究と考古学的研究の双方から、先住民との関係悪化が放棄の原因と見られている。女性をめぐる。 ノース人と先住民の争いや、思わぬ悪天候も、放棄の理由として示唆されている。ランス・オメドは、アルゴン金属の間にある、サグネ王国の伝説ともされているが、推測の域を出ない。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。日本ユネスコ協会連盟世界遺産地域別リスト、北米、中米。 2008年5月16日閲覧。バイキングの遺跡、カナダ東部の島で発見。ナショナルジオグラフィック日本版。2018年6月9日閲覧。アレン、ジョン・ローガン、ノース、アメリカン・エクスプロレーション、A n e ー World Disclosed Vol.1、ユニバーシティオブネブラスカ b プレス p P27。ありがとうございます。